アザーン。アザーン。アドンは、イスラム教における礼拝、サラートへの呼びかけのこと。ユダヤ教のラッパ、キリスト教の鐘と同じような役割をしているが、肉声で行われることに特徴がある。神は、偉大なりという命、アラーフアクバルの4度の繰り返しから始まる。イスラム教国旅行記ではしばしばアザーンを指して、1日5回モスクから流れるコーランの朗将といった。 記述が見られるが、アザーンは礼拝への呼びかけであって、コーランの老将ではない。イスラム教では、アザーンと一緒に音楽を流すことは禁じられている。そもそも、イスラム教正統派は、競技上、音楽を官能的快楽をもたらすハラームとして、容認してはいないからである。聖典の読唱である、キラーやアザーン等の歌は、音楽的な要素を加えられても、 音楽ではないものとして扱われる。アザーンの習慣と唱えられる内容は、マディーナ、メティナ時代のムハンマドと共有たちによって定められたとされ、観光、スンナとしてイスラム教徒に守られている。ハディースによれば、共有の一人、アブドゥラー・イブンサイドが夢に現れた天使にアザーンを教わり、ムハンマドに伝えたという。アザーンには、 アラビア語だけで現在に至るまでに六種類の別称があり、アザーンの早々期にはタッチインともニダーウとも呼ばれていた。アザーンの勝負は宗派や地域によって変化を遂げつつ七世紀の半ばに定型化した。ムワシンという呼びかけ役によって一日五回の礼拝時間前に周辺に住むムスリムにモスクに集まるようアザーンによって呼びかけられる。現在は 覚醒器を使って流されることが多い。時計代わりとして、信徒のついたちの生活上の節目となっているとも、言われる。アザーンの呼びかけで集まった人々に、礼拝の開始を告げるイカアマ、立つ、実行するという意味を唱えるのも無和人の役目である。イカアマは、アザーンの勝負のほぼ繰り返しなが、 アザーンに比べて早い調子で短めに唱えられ、声量もその場にいる人に伝わる程度である。イカアマは、第二のアザーンと呼ばれたり、アザーンとイカアマを合わせて二つのアザーンと呼ぶこともある。生息アラビア語での朗称を、日本語の音韻体系で禁じしたものを挙げる。アザーンはゆっくりと音を伸ばして唱える。これだけの言葉を唱えるのに三から四分の時間をかける。区の間には、 数秒の間が入り、礼拝の開始を待っているムスリムはアザーンに合わせて、復唱することになっている。早朝時に飲み入る多数イーブは、最初のムア人とされるビラールが付け加えたとされるが、一説にはカリフのウマルが付け加えさせた、とも言われる。上のアザーンはスンナ派のもので、シーア派のアザーンでは、イザや成功、救済のために来たれの後、アッダーは偉大なりの前に、 いざや、自然の行為のため来たれ、ハイアーアラーイリルアマルという、もう一つの別のハイアラが2回入る。アザーンにこの区が入っているかどうかにより、そのアザーンが朗賞されたモスクがある地域の住民が、すんなハかシーア派かどうかを別することが可能である。また、さらに地域差もあり、イランやアフガニスタンのシーア派では、アザーン中のシャハーダ区の二つ目、ムハンマドは、 神の使となりと私は証言するの後に、シーア派独自の別のシャハーダ、アリーがアンダーに続く方であることを私は誓います。一回、アリーがアンダーの証明であることを私は誓います。一回を付け加えている。さらに異なって、アリーの名前の前に称号を加え、そこの部分を我らが主、信者たちの長アリーがアンダーに続く方であることを私は誓います。 一回、我らが、主、信者たちの調和リーが、アンダーの証明であることを、私は誓います。一回と唱えるところもある。必ずしも、アラビア語で行わなければならないわけではないとされるが、アラブ諸国以外のイスラム国であってもアザーンは、アラビア語によって行われている。トルコでは、アタチュルクの改革の一環として、アザーンをトルコ語で行うことが定められたが定着せず、再び、 アラビア語に戻されたほどである。アザーンで用いられるアラビア語には現地の鉛が存在しており、各地のアーアンミーアやペルシア語、トルコ語の影響で、語くの発音等に変化が見られる。現代では、電子式プレイヤー付けのアザーン時計がムスリム社会で広く販売されている。様々な機能があり、目覚まし時計の電子音が、 アザーンの録音を再生するだけの単純なものから、緯度と経度から、正確な日の出や日没の時間を計算した力キブラの方角を示す。機能のある高度なものもある。一般的にモスクを衣装としたデザインをしていることが多く、中にはアザーンの意味を理解せずにイスラム風デザインの時計をアザーン時計と称して販売している場合もある。アザーンをしなけれアザーン時計ではない。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。